三重県紀宝町の名瀑、紫雪の滝。ここには日本でも珍しい滝のあるキャンプ場があります。滝を間近に感じられるとあって、キャンパーに人気のここ紫雪の滝キャンプ場で開催された雪フェスティバルには、キャンパーだけでなくたくさんの皆さんが来場。スノーマシンによる雪体験など大いに盛り上がりました。雪の思い出なんですけど、高校生の頃自転車で通学してたんですけど、大雪で進まなくなって、途中で自転車その辺置いてったんですけど、帰り掘り起こすのめちゃくちゃ大変でした。そしてフェスティバルのステージでは、番組キャンプアンバサダーの山本さんが冬キャンプの楽しみ方についてトークショーを行いました。その模様を少しご覧いただきましょう。冬キャンプでこれからまあ皆さんがやっていただく上で、やはりこう気をつけといたらええことというか、まあ楽しみ方の一つとして何かございますか？お鍋？ああ、まあだから食がやっぱりすごい楽しみになりますよ。夏場とかまあ秋もそうですけど、外に出て何かね楽しむことの誘惑がいっぱい、冬はないんですよ。逆にそのシェルターって言われるね、そのあそこに立てるような中に入っても自分が立てるぐらいのところの、そのリビングで。おこもりキャンプですよね。鍋つつくもいいですし、はい、読書するのもいいですし、多分そのなんだろう、日常できなかったことをテントの中で有意義にその贅沢な時間を使うっていう、日常とかけ離れるっていうのに使っていただくとすごくいいと思いますし、まあ焚き火もすごくね、楽しいシーズンにもなりますし、あと何が一番いいっていうの、僕一番好きなのが、夜中トイレで目覚めるじゃないですか、はい、外出るじゃないですか、うん、満天の星空、うわあ、ここもすごいでしょうね。住んでるんで、やっぱすごい星綺麗に見えるんですよ、うん、なんか俺ってちっぽけやなみたいな、そう思っちゃうんですか？思いますね、やっぱり。逆に言うと、春秋から始めていただいて、やっぱり冬が最高だよ、うん、冬最高なんです。最高です。そうなんです。それでは今回も冬キャンプスタイルを始めよう。今回の雪フェスティバルでは冬キャンプの体験も行われ、初日のこの日は4組が参加。こちらは本格的なキャンプは初めてという高橋さんファミリー。ママはデイキャンプ、パパと子供たちはテントでお泊まりします。そしてソロキャンパーの津田さんと坂本さん、2人はソロデュオキャンプのスタイルで楽しみます。中さんご夫妻はテントの中でのおこもりキャンプ。なになに、大きい伊勢海老やん。めっちゃ高いっすよね。これすごい。これ漁師さん、漁師さんすごい。なんでも津田さん、以前にもこの紫雪の滝キャンプ場に来た際、予約で伊勢海老を頼んだそうで、今回もこんだけナイフいるかっていうぐらい入ってますからね。絶対いらないですよね。ほら、捕まるの。とりあえずこれで伊勢海老こうガツンと。包丁忘れてきてんすよ、バカでしょ。職人さんやのに。あるって話で。こちらでは地元の漁師さんが直々に持ってきてくれ、希望すればさばいてくれるんですって。紀宝町で水揚げされた立派な伊勢海老、まずはカニ味噌ならぬエビ味噌をいただきます。うわ、そらうまいでしょう。美味しいですよ。まだビールも飲んでないのに。もう飲んだ方がいいですよ。日本酒ちゃう？日本酒。ええな。どうぞ。友人の坂本さんもエビ味噌をいただきます。おお。海。どんな感想や。いやマジで、またウニとは違うね。臭みが、えぐみちょっとあるやん、ウニとかやったら、うんうんうん、日本酒まだ？え？日本酒用意しろって？で、なるよっていう、はい、やっぱりね、この方もいただきますか。さあ、どうですか？海。いや、一緒やん。海やわこれ。一緒やん。ちゃんとコメントしてよ。磯の香り、うわすんごい、この磯の香りやばいね。もう日本酒飲みたいね、見てるだけで。俺日本酒飲まれへんけど。日本酒飲まれへんのかい。お酒飲まれへんけど、それは言うのがよう分かりますわこれ。これはうまいな。いや羨ましいな。
それうまいやろな。これはあかんすわ、こんなん食べたらあかんすよ。コメントもちゃんとしてや。いやもうあのね、両手いった感じやん。あ、おいしゅうございました。漁師さんが出張して伊勢海老さばくって施設の滝キャンプ場のキャンプ飯、ちょっと熱めすごすぎですわ。何人でしたっけ？2人です。いや山本さん、あ、僕も入れていただきます。じゃあ3人で。柄にもなく遠慮してるやん山本さん。分厚く切ってお刺身ちょっと炙っていただくのが絶品だそうで。あんなもあそらそうですよね。あー美味しいやろな。あー甘っ。ほんでキュッとお酒追っかけてくった。甘みを追っかけてくった。そうそう、甘み追っかけてくる。すごいね、いいコメント。いただき、召し上がれ。おお、甘み追っかけてきた。普通のエビとやっぱ全然香りが違うな。これは全然じゃ、うまいわ。あ、そう、あーギューっとね、広がります。もう最高やね。最高、あー最高最高。ちょっとおやばれします。はい、それでは食リポノーカットでいきますからね、ちゃんとリポートしてや。アンバサダーの名誉にかけて。はい、ほら、いつも通りあかんや、何してんの？あのね、はい、何ですか？言葉にできないっす。いや、それを言葉にすんのがあなたの仕事でしょ。食べたい方は施設の滝さんに来て、あのもう予約してもらって、もうあの呼んでもらってさば、ね、いてもらって、はい、もうあの感想はもうあのなしとさせていただきますはい、 っていうぐらい。今回も食リポ失格残念。あ、うまちょっとあまりにも現実離れしてた伊勢海老の出張キャンプ飯、最高。ここからは、はい、もう普通にお送りしますということで、まずは火起こし。キャンプはあれですよ、めんどくさがらないでやるんですよ。めんどくさがってやると基本的に失敗しますから。気がしたね。そう二人でよくソロデュオキャンプを楽しむという津田さんと坂本さん。今回のキャンプ飯食材は津田さんが施設の滝キャンプ場で予約した寄せ鍋セット。そこに先ほどの伊勢海老も入れて最高の出汁の鍋で温まろうということなんですって。いいですよね、しんしんと冷える冬の夜、焚き火とあったかい鍋でもって日本酒。ああ、これぞ冬キャンの醍醐味。ほらほら、伊勢海老の出汁、これはもはや飯テロ反則ですね。白菜ガーンって入れてください。白菜が人の話聞いてない。料理人の津田さん、坂本さんに教えるも、何でも手でいこう、やっぱりこの男、ね、炭触った手で食材も触ります。あとアサリ、団子ぐらい入れておきます。人参はいらんのか。それはいいです。でもそれ蓋して、はい、してください。こっちの方が早いからね。お腹減ってきた。とりあえず、インスタライブしようよ、これで。もう、はずいわ、そんな。鍋が完成するまでインスタライブをするおっさんたち。ひでちゃん今日どこ来てんすか。なんか今時ですね。三重県は紀宝町の、施設の滝キャンプ場に来ております。いや、これがねまたねすごいキャンプ場で、めちゃくちゃいい。そうなんですよ、これね、わかりますか、滝なんですよね。滝が流れるキャンプ場ですよ。はい、そうなんですよ。で、いつものメンバーの、準レギュラーメンバー。いや、もうレギュラーです。あ、レギュラーです。レギュラーのゴロさんと私、笠木ニオでございます。いやナレーションは山本健介でお送りしております。トークショーで山本さんが話していたように、冬こそキャンプにはいいシーズンなんだというのが伝わりましたでしょうか。
もちろん寒さ対策など万全を期した上で行うというのが前提ですが、他の季節にはない楽しみ方がいっぱい。空気が澄んでキリッと締まった冬キャンの夜、幽玄の滝と綺麗な満月が輝いていました。